2024年8月5日、機関車トーマス3号が第一大井川橋梁を走行する様子を撮影しました。今年、機関車トーマス号の運転区間は、新金谷家山から新金谷川根温泉笹窓に拡大されました。およそ2年ぶりに大井川本流を渡っています。